漢文庫とは、平安時代以来代々漢務を務めてきた小恵役氏、着流、身武漢無課の文庫。漢庫、漢務文庫とも、大上官には、戦時や大上官布の暗文や公焼事などに関する、書記録を保管する不殿があり氏が管理していた。平安時代中期五小恵役氏が文の筆頭である、漢務を世襲するようになり、それとともに、同志歴代の当主が漢務と、 不殿のベッドを兼ねるようになった。このため、大上官の不殿で保管すべき文書、記録の一部が、小ケヤ氏の文庫にも収められるようになった。これは、天陽元年に、当時の官務省、ケヤ正重が、自家の文庫に、保管されている、官文書は家を継いで奉公する者が厳重に、送電進退すべきこととした、記章文を作成して、官文書の保管、継承を、 子孫の義務として課した。特に、鎌倉時代の過禄2年の火災で漢府殿が消失するとそのまま再建されなかったために、その機能は、小家屋騎士の文庫や、陰府殿などに移されるようになった。大上官関連の文書、記録は、すべて小家屋騎士の文庫に収められたことから、特に、漢文庫と称せられ、盆漢文庫の義社、全必死文庫。 官府殿断絶の後も、も官文庫批准官文庫と称された。鎌倉時代初めに、小家屋騎氏は、三武家と大宮家の庭に分裂したが、官府殿廃絶後は、両家の官文庫に収められた文章を、公務の名教として尊重され、朝廷及び幕府は本来は、小家屋騎氏の所有である、官文庫の維持、警護を、重要視した。例えば、寒府殿が存続していた。 永満元年の段階で、漢文庫の心臓のための経費が朝廷より支給され、室町幕府が漢文庫の修繕のために単線を徴収した例もあった。特に応仁の乱の際に、大宮家の漢文庫が疎開先の平等院で紛失、散逸する事件が発生し、続く大明治の変によって、大宮家自体が断絶した。そのため、 唯一の官務家となった身武家の官文庫は一層尊重され、応仁の乱後に身武家による官文庫を維持できなくなりかけた、遠徳二年には葬儀が官務身武晴れ富に千匹を寄付するなど、有志の婦徳者が寄付を寄せて維持されたこともあった。その後、江戸幕府は再び朝廷と共に官文庫の維持に尽力したため、幕末までその所蔵文書は厳重に保管されていた。 応仁の乱直後の名誉5年に、三部春富が残した文書によれば、当時の漢文庫は、松原通を、南元三部寺東門前を、西元とする方四町の地に設置され、面後家観、奥さんが、間の広間に千余号の文書が所蔵されていたという。明治維新後に所蔵文書類は、宮内省に献上され、現在も宮内庁所領部に保管されており、 図書量相関身武家文書として観光も行われている。ありがとうございます。